はい、どうもということで、えー、今日もですね、ケーリング,グランプリ2019の、えー、選手紹介やっていきます。えー、今日はこの選手です。はい。えー、中川聖一郎選手です。はい、熊本県の85期で40歳ですね、えー。今回が2回目の出場になります。で、今年は全日本選抜と高松の宮記念を お二つのね、G1 タイトルを取りました。で、あと、G3 解説記念では、えー、熊本記念の、えぇ、ー、クルメ開催の熊本記念ですね、を、まあ地元記念ということで、こちらもね、えー、こちら完全優勝でですね、えぇ、ー、4日とも、えー、1着でですね、えー、えー、優勝で、完全優勝で、えー、取ったっていうね、えー、中川聖一郎選手。 えー、今年ね、えー、大活躍の一年でしたね。はい、ということでね。はい、で、こちら G1、G2 のレースですね。はい、G1、G2 のレースの成績です。えっ、ー、と、36走してまして、えー、1着が11回。あ、やっぱ多いですよね。うん。約3割。3回に1回はもう1着取ってます。で、2着、6回。えー、3着がちょっと少ないですけども、1回ですね。えー、7、8アンジャー、 18え、残りの18回が着外か。はい。えー、ということで、やっぱりね、今年の中川聖一郎選手は、なんか、ね、ちょっと極端って感じですかね、両極端って形。ね 着か、着外調子が悪くて、着外でしかも、まあ、七八九着かってね、まあ、どっちかっていうね、なんかそんなイメージが、今年はありましたね。はい。ということで、えー、その11回のうちのいつも通りにね、えー、決まり手なんですけども、え弦、ー、が2回、マっくりが7回、差しが2回ですね。うーん、やっぱりね、もう、 まくりっていうね、えー、中川成長選手、イメージがあるんですけども、逃げもね、2回、えーえー、あるんですね。ちなみに、この、全日本選抜は、えー、逃げて勝ってますね。かまして、えー、この時ん短期がましですね、確か。短期がましで、えー、かましに行って、 で、えー、吉沢淳平選手に突っ張られたんですけども、そこ主導権を取り切って、そのまま逃げ切って、えー、勝っちゃうというね、あの、素晴らしいレースでしたね。で、えー、高松の宮記念は、 実はこれ刺しで、刺して買ってます。これは脇本ゆ太た選手の番手で、えー、脇本選手のスピードをもらって最後刺し切って、えー、取ったって形ですね。はい。ということで、えー、今回のね、えー、グランプリは、えー、中川聖一郎選手短期で、短期のね、えー、走ることが予想されてますけども、うんと、どうでしょうね。 うん、まあ、まあ、短期が濃厚なんですけども、まあ、あるとすれば、あるとすれば、そこ書きますかね。えー、脇本選手、えー、村上選手の、ここにね、来る可能性もないことはない。ないことはないですね。まあ、ね、今年、この、 高松の宮記念ですよね。を脇本選手に取らせてもらったということで、このラインの3番手をね、固めるっていうね、うん、こともなくはないとは思うんですけど、けどやっぱりね、この短期で行くのがね、まあ、濃厚ではないのかなって思いますね。うん、けど、けどですよ。まあ、例えばその、逃げのラインね、逃げのライン。これが脇本選手。はい、これ脇本選手ね。 で、脇本選手、村上選手。で、この、えー、まあ、えー、結構、他の動画でも言ってますけども、まあ、ここのね、この、逃げのラインのここが重要だって、ここがやっぱり清水選手だったり、平原選手だったり、軍司選手が取りに来るんじゃないのかなってね、ここのね、争いがね、激化するんじゃないのかなって、まあ、常々言ってるんですけども、ここを、やっぱり中川選手もね、まあ、ここ欲しいと思うんですよ。やっぱり、うん。 欲しいと思うし、ま、あのー、まあ、あラインまあ、LINE を組んでも宣言で3番手につきますよっていうね、ことを、言っちゃうかもしれないし、言っちゃうかもしれないし、知れないんです。知らない、知れ、すいません。あー、噛んじゃな、最近な。はい、えー、知れないですし、えー、この短期、一応短期で走りますって言っても結局、ここ、 に収まりたいっていうね、思惑でえ来ることも考えられるんですけども、ね、られるんですけども、やっぱりね、あの、常々言ってるように、ここの逃げのラインのこ、ここっていうのはもう本当にね、あの、競争相手が、まあ、清水選手だったりね、はい、まあ、平原選手、軍司選手ね、うん。ね、うん。この、 この辺りにせられちゃうと、中川選手やっぱきついと思うんですよね。うん。だったら中川選手としては、まあ、まあ、ここを諦めたとしてもね、諦めたとしてもやっぱりここにあります。ね。このまくり足、まくり足がね、えー、特にあのー、短期で、えー、まくるっていうね、中川選手短期でまくるっていうことを結構得意にしてますからね。うん。なんで、まあ、ここは、 ここはね、この3人にやらしておいて、えー、まあこ、こ、のラインのこのあたりですね。このあたりに中川選手は一度って、まあ、ここでごちゃごちゃ、ごちゃ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 。まあ、この後ろにはニッタ選手がね、いる、ね、ニッタ、えー、佐藤慎太郎選手が、まあ、いる可能性はあるんですけども、ここでごち,ごちゃ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 ね、この3人にやらしてる隙に中川選手はこう、まくってっちゃうってね、うーん。 まあ、この方、たち、がね、一番理想じゃないのかなって思いますね。あとは、あとはもう一個、あとはもう一個ですね。あとはもう一個は、あのね、まあ先ほども言いました、えー、全日本選抜ですね。全日本選抜でこれやったことなんですけども、短期がまし。ですね、えー。短期がまし。うん、中川聖一郎選手、まあ、まあ、 どうせなら、どうせなら短期で一発勝負してしまおうと思、ということで短期でかましていく。ね。脇本選手と、脇本選手と、こう、先行勝負。うん。っていうこともね、なくはないんですよ。それで実際この全日本選抜取ってるんでね。うん。うん、だけど、先行、ね、先行しに行って中川選手、脇本選手に勝てるかなっていうところは、やっぱちょっと微妙なんですよね。で、中川選手と脇本選手って、やっぱりあの、 まあもちろんこの、えー、高松宮、高松宮を取らしての、えー、取らしてもらったのはやっぱ脇本選手のおかげですし、ね、わざわざね、その、これ、うん、短期でこうかましに行って脇本選手の、えー、ね、あの、邪魔をするというかね、そういう恩があるし、で、やっぱりナショナルチームで、あお同じ時期にやった中なんで、ね、た、あ 中川選手がこうやってかましていって、脇本選手を、あね、変にね、こう、足を使わせてしまったりっていうことはちょっと僕は考えづらいかなってね。うん、まあ、作戦としてはそれはあるんですけども、た、ただね、やっぱり相手が脇本選手なんで、まあ、あ脇本選手相手にしてそういったことをするのはちょっとね、考えづらいかなっていう部分があります。 なんで、まあ、うん、ね、脇本、ああ、中川選手の、まあ,あ、まあ、戦い方としては、やっぱりここ。ね、この、この3人あたりに、この脇本、ね、ラインの中断をね、あのー、やり合わせて、その隙に行っちゃおうとね。<laughs> まあ、そのパターンが一番いいのかな。もしくは、ここですかね、ここに。 ここに、まあ、ニッタ選手、えー、佐藤選手に行ってもらって、先に行ってもらって、この、ここにね、これについてって、ね、この3人の、えー、このまくりにね、ついてって、で、やっぱ立川っていうのは、あのー、最後の直線が長いんでね、うん、直線が長いんで、このニッタ選手のね、あの強烈なまくりのスピードを、こう、 こう、ま、クイのスピードのね、このラインの3番手についてて、そのスピードをもらって最後の直線で差し込むみたいなね。うん。まあ、それも考えられなくはないんで、まあね、中川選手ね、うん、まあ、いろいろなね、この、いろいろな勝ち方は、本当にいろいろなね、こうあの、今年は勝ち方でね、こう全、全 G1 取ったりね、これ全部違うんですよね。えっ、ー、と、これは、 これは刺したんかな確か。だと思いました。すいません。それはちょっとごめんなさい。わかんないです。これは短期がましで、これが、えー、これは脇本選手の番手。これ自分で行ったんだっけかなここは。ごめんなさい。そこまでちょっと確認しなかったです。ごめんなさい。なんですけども、うん。ねいろいろな、まあ、まくりが主なんですけども、実は逃げて、 逃げて、えー、G1 取ってます。刺しても G1 取ってます。ということで。まあね、意外と、えー、中川選手、あのー、いろいろなね、いろいろな戦い方が、を思ってるんでね。あの、ちょっと怖い存在かなって、ね。しかも、やっぱり短期の時にね、短期の時に結構強い気がするんでね。一番初めに G1 取った、あれは熊本の時のダービーでしたっけあれ。あの時も短期、 短期でまくりに行ったんですね。短期まくりで、結局初めての G1 撮ったってっけねああ、2016年でしたっけまあありましたけども、まあ、意外とこの短期の 短期の時にね、中川選手ってハマった時がめちゃくちゃ強いんでね。まあまあちょっと要警戒かなって思います。はい。ということで、えー、で、中川選手の、えー、私が選ぶ今年のベストなレースっていうのが、友人振動杯の準決勝なんですけども、これは後ろに園田他匠選手がついてたレースなんですけども、この時もやっぱりかましいって言ったんですね。あのー、 もう8番手に、あの、いたんですけども、なんか、やっぱり前がちょっとなかなか行かないもんで、ああ、もう、まあ、一発狙おうと思って、あのー、かましに行ったんですよ。そしたらね、それがね、決まってしまいまして、ね、ぐん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 離れてって、最後、最後め、何ん死んだろうな、あれ、結構ね、結構な大差で1着取って、ね、決勝進出、 を決めたってレースがあるんですけども、まあ、それは概要欄にまだいつものように貼っときますんで、えー、ま、そちらのね、えー、ご覧になって、まあ、あのー、まあ、いつものように参考になるレースではないんでね、この、まあ、私が個人的にね、えー、この選手の今年のベストなレースっていう選んでるだけなんでね、まあ、そちらもね、もしよければね、見ていただければと思います。はい、ということで、えー、中川誠一郎選手の紹介です。ありがとうございます。